ございました。キートンすごくなかったですか？すごい。はい、ありがとうございます。実はですね、キートンっていうのはもういろんな人に影響を与えてて、一番有名なのは香港の大スタージャッキー・チェン。ジャッキー・チェンはキートンに憧れて、自分もですね、あのスタントを使わないでアクションをやろうと決意したそうです。あのこのセブンチャンスはですね、全部で60分あるので、ちょっと全部通してみたいなという方はぜひレンタルとか販売でもありますので、よかったら続きも見てみてください。で、僕たちキノイグルーは毎週のようにこういう楽しいイベントをやっています。あのホームページあったり、あとはですねインスタグラムもやっていますので、よかったらフォローしていただけたら嬉しいです。で、今ですねちょうど発売中の雑誌、ブルータスの映画特集号に、あの僕たちもですねちょっと出ていたりしますので、よかったらそちらもご覧いただければ嬉しいです。ではこの回は終了 で次回ですね6時半から同じプログラムをまたやります。ぜひもう一回見たいという方は6時半にこちらにお集まりください。では終わりたいと思います。どうもありがとうございました。